ターでは女子の体操の競技をご覧いただきましょう。まあ、とにかくどこに出してもですね、恥ずかしくないという世界の一流選手が集まっております。ソビエト人シャポシニコワ、あるいはフィラトワ、ムヒナ、そしてベテランのキム、14歳の新鋭アルジャニコワといったこういった選手が非常に素晴らしい演技を見せてくれまして、健闘ぶりを見せました。早速女子の個人総合の模様をご覧いただきましょう。さて、日本の松本よし子選手が外国、これはアルジャニコワの跳馬です。まあ、これまでですね、自由演技をしています、はい、この辺の車輪倒立、デルチェフです。デルチェフ宙返り倒立からシャルダー、フィニッシュは伸身でした。ひねりが入ったナターシャ・シャポシニコワの段違い平行棒、いかがでした？ね、もうハンデをしたようにやりますね。あ、落ち着いた演技でした。もう一度見てみます。自由とほとんど、あの先日の自由と、はい、大体同じような出来栄えですね。現在シャポシニコワ持ち点が 38.825、 第1位、2位のネリーキム、2位にはネリーキムが入っていますが、その差が 0.25 であります。段違い平行棒、シャポシニコワの得点は 9.65 と出ました。チェコのエバ・マルチコワであります。外国選手の中ではこの人が、マルチコワが第1位です。ナターシャ・シャポシニコワ、これから平均台です。ナターシャがこのプレオリンピック決勝をリードしています。女子の個人総合です。今日はどんな演技を見せてくれますか？倒立上がりから上水平、彼女の片手倒立に大きな拍手が沸きました。抱え込みの後方宙返り降り決まりました。1種目目は終わりまして 48.475、 ネリーキムに 0.5 の差があります。シャポシニコワ1種目目の平均台見事に決めました。大きなポカをよく出すんですよね。でも今回は非常に硬い試合をしてますね。そうですね、いい得点が出ました。 9.70 です。9.70 が出ました。シャポシニコワの平均台、今年はヨーロッパ選手権の平均台に優勝しています。ネリーキムです。キムの平均台、これがキム2種目目です。シャポシニコワを追い上げます。
2種目目に入りまして 0.20 差であります。 0.05 追い上げました。ベテランのキムの演技、非常に安定してますね。重心の移動がスムーズですから。ああ、後方宙がやっと危ない。危ない、ああ落ちましたね。苦笑いをしてこらえたんですが落ちてしまいました ね。もう一度後方宙返りを見せます。1種目目の段違い平行棒は 9.70、 高い得点を出しています。キムフィニッシュ、ひねりました。女子の個人総合、これから3種目目に入ります。そして今第1位のシャポシニコワがこれから3種目目床運動です。曲はおなじみのカルメンテラド。ちょっと手をつきました。そうですね。小さな闘牛士、彼女の闘牛士ぶりいかがでした？そうですね、今回はしかし2回、後方の2回宙返りは使いませんでしたね。全部ひねりでやりましたね。はい、まあ、今ですね、2種目終わったところで 58.175、 第2位にアルジャニコワが上がりまして 57.575 ですね。キムは平均での失敗がじゃあ響いてますね。キムが3位に落ちました。さてチャポシニコワが9.40 であります。ちょっと低いですね。やっぱりここの失敗は大きいと思います。はあ、完全に膝と手をつきましたから、はい、最後の平均台を割ってちょっとほっとしているところでしょう。さてキムです。ネリーキム得意の跳馬、ピンチンです。優秀の美飾りましたね。まあちょっとですキックへ向かって、このシャポシニコはこのプレオリンピック優勝目前であります。さあ2回目どんな飛び方を見せますか。白いリボンが揺れています。ナターシャ、この憂いをたたえた横顔、ひねりましたね。